なぜ僕なんだ、なんで僕なんだ。修行は辛いし、兄は遊んでいるし、山の小屋は寒いのに、大和家の屋敷は大きくて幸せそうで、なんで僕なんだ。若いな君は、そして人間らしい。そんな境遇を受け入れられずに傍らになろうなんて、どこまでも人間らしい。リンズ、手を止めるな。はい。ついでに教えてやろう。妖精岩の双子は命を共有している。片割れが死ぬと、もう片割れも死ぬ。触りを引き寄せ、命の共有。これだけの負の要素の代わりに得ているものは、少々の特殊能力と霊力。しかも今は封印されて使えない。君は不幸だ。思い出してみろ、反省を。何一ついいことはなかった。辛いことしかなかった。捨てられ、殺され、全てを失った。でも友達がいた。姉上ができた。バカや能天気が現れたり、いなくなったり、生まれたり。確かに辛かった。辛いことばかりだった。でもそれが辛かったのは、私が不幸ではなかったからだ。これは、そうだよ、幸か不幸か決められるのは君だけだ。笑うも泣くも、嫌うも愛すも、君の好きにするといい。封印を解く鍵は、自らの存在や居場所を自分で許すこと。何が見える？何が見たい？不幸じゃない君の目は。何が、あっ、やった！わかる。あの符には力はこもっていない。わかっていれば。どうだい？それが君の妖精眼の力だよ。これが、この光は、この光の根本は同じ。人も傍らも同じ存在。